水原一平終わったわ。いや、ギャンブル中毒依存症、金底尽きてお亡くなり。いや、定期的にお金盗む。いやー、マジかきついね、それはさすがに。いやー、きついな。素晴らしい通訳だなって思ってました。大谷と孔子ともにベストパートナー、ドジャースでまた見れるなって思いました。シーズン始まったら開幕初戦で即開口、水原一平終わったわ。大金目にして魔が差した、借金増えすぎてお亡くなり、総額6億8000万。水原一平終わったわ。大谷関与はしていないけど、メンタル面大打撃、由伸東洋大炎上、一平さん終わったわ。通訳いいのに癖悪い、インスタフォロー即解除、翔平メンタルどうなるの、マニフォがこれから支えてく。